懐かしいですね、吉田さん。これは麻雀店で撮ってるやつっていうのと、あと一つ特徴としては、あのネオヒルズの例のあの人、あの人のちょっとね、トーンの高い声を真似してるんですよね。なるべくコピーしながら、コピーしながらオリジナリティを出してるような感じじゃないですか。ほら、あとはフォーズって、お前、金のおかげで生まれてきたんだぞ。金のおかげで生まれてきたんだよね。お金と暇がなかったらなかなか会えなかったかもしれないな。見て、赤色、赤色。